実は今日大久保さんにサプライズを準備しています。実はこの度 J1 通算最多得点191が、はい、ギネス記録に認定されました。おめでとうございます。なんでギネスなんですか。もっと点取ってる人いっぱいいるじゃないですか。これどういうことなんだ。そのあたりは後ほどご紹介しましょう。本当に今初耳なんですよ、ね、いや初耳なんか申し訳ない。何に。いや嬉しいですよ、はい、嬉しいけど200いってないしなんか申し訳ないですけどありがとうございます。すごい、よろしくお願いします。これやらせとかじゃない、ドッキリじゃない。そしてこの度大久保嘉人さんが達成されました J1 通算最多得点数191という素晴らしい偉業をギネス世界記録として世界に向けて発信できることを私もとても光栄に思っております。ありがとうございます。はい、ということで本当でした。いや嬉しい。では賞状の授与をお願いいたします。はい、はい、では読み上げさせていただきます。はい、The most goals scored by a football player in J1 League J リーグ通算最多得点数191で大久保嘉人さんギネス世界記録認定となりました。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。これはなんかテレビとかでしか見たことないので、まさかこの自分がもらえるとは思ってなくて、すごく嬉しくてめちゃくちゃ汗が出てきました。まあいつも通りなんですけど。誰にこの喜びを報告したいですか。いやまず家族にこう早く伝えたいですね、見せたいですね。はい、